ちゃこ先生です。本日も好きなものについて好きに語って授業っぽくお届けしていきたいと思います。本日の授業のテーマはこれ！週刊少年ジャンプで掲載されていた大人気連載漫画のナルトです。ナルトを知っている生徒の方はもちろん、知らない方にもその魅力が伝わるようにお話ししていきますので、最後まで楽しくご覧ください。それでは授業を始めましょう。お願いします。ナルトですが、私実はですね、そもそも漫画読まないんですよ、基本的に。唯一持ってる漫画がナルトです。はい。なんでかっていうとですね、小さい時って言っても小学校の時に連載が始まったんですけど、その時全然知らなくて、で、なんかね、中学校くらいでアニメでナルトをやってたんですよ。で、それが結構序盤の就任試験の最後の筆記試験のところで、なめんじゃねえっていうところの回を見て、竹内純子さんの声が良すぎるっていうのもあるんですけど、キャラ的にすごく渦巻きナルトが生き生きしてて、この漫画面白いっていうか勢いがあるなって思って、今ジャンプでやっとるんかいと思って、追いかけ読みっていう感じで読み始めてハマっちゃって、結局全巻買ったっていう感じなんですね。漫画を読まない私でもハマっちゃう理由っていうのが、まあ、自分でなんでこんなにハマったのかなって考えたところ、まあ、3つぐらいに分けられるんじゃないかということで今日発表していきたいと思います。はい、1つ目、絶対ですね、自分と重なるキャラがいます。これはかなり大きいんじゃないかなと思いますね。ナルトってすごいキャラの数が多いんですよ。他の漫画まず読まないんで、どれぐらいいるのかっていうのの比較ができないのでちょっと申し訳ないんですけども、ナルトの主人公は渦巻ナルトですが、彼と同期の忍者でさえ結構いるので、それに加えてそれのなんか上司、まあ上のお師匠さんとか、そのさらに後輩みたいな忍者もいっぱいいっぱい後から出てきたりして多いんですけど、でそれぞれキャラが立ってるんですね。こう存在の薄いキャラっていうのがあんまりいないので、その中で自分となんか共通点があるなって思えるキャラが絶対いるんですよ。で私の場合は、まあ、まさに主人公の渦巻ナルトが自分の中では重なったなっていうのがあって、ナルトくんっていうのは九尾の狐をね封印されているんですけども、それのせいで里の人から嫌われていたっていう過去があって、すごい孤独な少年時代を送っていたっていう過去があるんですね。でそこからこう努力、彼の努力とこう諦めの悪さみたいなところで彼自身が成長していって、それを周りの人がどんどん認めていってくれるっていう成長物語が、まあストーリーのメインになってくるんですけども、こうナルトは自分と真逆の天才忍者のサスケにすごく、まあ、嫉妬心、まあ、ライバル心、まあ、どっちもなんですけども、から来るこう意識がすごいあったんですけど、それって自分に忍者の才能がないってこう思い込んでるナルトの、まあ、心の表れだと思うんですけど、なんかそれってすごい中学時代の自分とすごく重なったところがあって、なんか進路どうしろとか言われたりして、なんか自分が何もできないって分かってるのに、なんかそういう風に言われる、こう大人とか社会とか、からの圧力みたいなものに対して自分がどうやって屈してやろうかみたいなところで悩んだ、まあ、時期がありまして、それ読んでる時とナルトがこう周りからの何か、いじめじゃないですけど、まあ、結構排斥されてたのでね、ナルトは周りからこうお前なんかいなくてもいいみたいな風で嫌われてたところがあるので、その中でもこう逆境に負けずに立ち向かっていくナルトっていうのと、何クソって思ってる自分がなんとなく重なる部分があって、すごくナルトの行動とか自分の意志を貫くところみたいな、あとまあ向こう見ずなところとかもあるんですけどっていうところと、私は自分がすごい重なって当時すごくね勇気をもらいました。はい、私の場合はナルトだったんですけども、多分ですよ、結構いろんな性格のキャラがいるので、ナルトと正反対の人もいるし、まあ年もいろいろバラバラだし、こう境遇とかもバラバラなので、その中でなんか自分に似てるなって投影できるキャラが一人はいるんじゃないかなと思うので、そこにみんな自分を重ねてストーリー読んでいってんじゃないかなと思うんですけど、まあナルトの場合は結構重ねやすいんじゃないかなって思いますね。はい。これが一つ目の、魅力ですね。
2つ目いきます。2つ目はね、とにかくね、渋いんですよね、世界観が。渋いっていうのは、誤解を恐れずに言いますね。あのね、ナルトは他の漫画に多分比べると、地味だと思う。地味な方なんじゃないかと私は思うんですよ。それはハマった中学の時から思ってて、多分これ他の漫画に比べて派手さっていうのは多分ない方なんだろうな、この漫画って当時思ってたんですよ。でも、かっこいいっていうよりも渋いんですよ。世界観としてまず、まあ、和物なんですね。まあ、忍者なので、忍者がいる世界なので、なんか、まあ、あんまりね、文明も発達してない感じ。近未来的な要素は、まあ、まずないし、ちょっと現代的なところも、まあ、混ぜてあるところはあるんですけど、まあ、基本的に少し古臭いというか、ちょっとマジで、ちょっと誤解を恐れず言ってるんで、あれなんですけど、なんとなく伝わったらいいなと思うんですけど、まあ、とにかく派手さがないんですよ。なんですね。しかも、あとね、さっきキャラがいいって言ったんですけど、キャラも、じゃあ私はキャラクター、ナルトのキャラクターめっちゃ好きなんですけど、この渋さを伝えるために、あえてちょっと嫌な言葉が出るかもしれないんで、あれなんですけど、あのね、キャラクターも多分、他の漫画に比べたら派手ではないと思います。キャラクターデザインとか。アニメも、まあ、ちょこちょこ見てたし、あと劇場版のナルトは全部見に行ってるんですけど、あの配色とかも若干多分ね、地味なんですよ。あんまり派手な色は使ってない。まあ、ナルトはメインキャラなので、オレンジと、青色っていうちょっとね、結構派手な色使いなんですけど、でも基本的になんとなく地味な色合いの服を着た忍者が多くて、まあ、忍者が派手だったらね、目立っちゃうんで、適切かなと思うんですけど、まあ、とにかく、渋いんですよね。そういうデザイン周りさえ。で、最後なんか大戦争の話が結構出てきて、で、なんかその戦争する理由とかも結構こう、本当の現実世界の戦争の駆け引きにすごく似てるなみたいなところがあったりして、リアル寄りな要素がまあ多いんじゃないかなって思ってて、で、その辺も、こう、ファンタジーにあんまり走りすぎてないっていうところでも、派手さはないのかなって思うんですね。でもそこにかっこよさがあって、簡単じゃないですか、漫画の中で、非現実に走るっていうのは。まあ、忍者っていうの、設定自体が非現実だって言われたらそこまでなんですけど、その世界を、忍者がいる世界を普通だとした場合、そこからでもいくらでもこう派手な要素を入れることはできるじゃないですか。超ギャグテイストに走るとか、まあ、多少ナルトもギャグテイストあるんですけど、それにしてもそこまでファンタジーに走ってない。その中で描かれる人間味みたいなところもあって、それがいいですね。とてもいいです。はい、どんどんいきますね。3つ目、愛ですね。この漫画のテーマは愛なんですよ。第1巻なんか読むと、ナルトがただこう落ちこぼれ忍者がこうほかげになる夢を追いかけてこうね、成長していくドタバタ忍者アクションみたいな、そういう漫画かなって思うかもしれないんですけど、前巻通して読むと、例えばですね、まあナルトとジライアの師弟愛であったり、もうこれは激アツですけど、サスケとイタチの、まあ、兄弟愛であったり、まあ、渦巻一家とか、まあ、内派一家とかの、まあ、家族愛みたいな、いろんな愛について、随所でこう、描写があるので、そこについて見逃せないなっていうのはありますね。ただ強くてかっこいいっていう感じじゃなくて、全部の愛を通して、このナルトは語られてるんだなーっていうのが、読りをするとね、じんわり湧き上がってくるので、ぜひ、その辺も噛み締められるスーパー素晴らしい漫画ですので、はい。知らない方はね、ちょっとでも興味持っていただけたら、読んでいただけたらなと思います。はい。
別の動画でまたなんか好きなキャラ編的なことをね、お話ししたいと思いますので、なんかご要望とかリクエストとかあったら、コメント欄の方までよろしくお願いします。ということで、いかがでしたでしょうか。これからも好きなものを好きって伝える楽しさをお届けしていきますので、応援よろしくお願いします。それでは本日の授業はこれで終わります。ありがとうございました。